こんにちは基盤インターナショナル女子部の小林です子育てコミュニケーション講座面白いよねという基盤インターナショナル女子部員たちの、えー、そんな言葉から始まったのが、えー、この勉強会企画ですね、えー、子育てコミュニケーション講座を、えー、みんなで見て意見交換をする、えー、情報共有をするという、えー、場所が、えー、子育てコミュニケーション講座の勉強会です これはですね自分の気持ちを分かってもらえたですとか自分だけ悩んでいるんじゃなかったんだという気持ちになれるような場所ですので閉塞しがちな子育てですねこういった場所に出ていくことをとてもお勧めしていますこういった方にですねもうお勧めしてますねはい、えー、次回6月14日火曜日は夢って何アイデンティティの確立ですね テーマをこのように5回に絞ってて勉強会をしております詳しくはこちら詳細ページありますので随時参加者募集中ですのでぜひ一度見ていただきたいと思います。